ジョー様だ。ハートのジョー様はジョー様だ。名前の通りだ。な、何それ、その顔。中庭に行くと、ハートのジョー様がいた。何か思い詰めているような暗い顔をしている。廊下から見たときは、ハートのジョー様の他にもう一人いたような気がするけど、今はハートのジョー様一人だ。ハートのジョー様？私が声をかけると、ハートのジョー様はびっくりとしてこちらを見た。あ、そっか、振られたんだ。なるほど、君とは付き合えないよみたいな感じで言われたんだ。それでちょっと落ち込んでいたんだな。ああ、それはちょっと一人にさせてあげた方がいいかもしれない。な、何よ、いきなり驚くじゃない。ごめんなさい。私聞きたいことがあって。何なのよ、私は忙しいの。手短に済ませてなさいよね。ハートのお嬢様、告白の言葉何だったんですか？ついていく。痛いところをついていく。ハートのお嬢様、イライラしているみたい。怖い。そりゃ、振られてちょっと落ち込んどるけんさ。中庭で話していた人物。さっきまでここに、ジョー様の他に誰かいませんでした？いないわよ。私一人だったわ。わあ、おったよ、一人おったや。何かご想像してんだ、お前は。あ、いきなり話しかけられて、あーってなったのは、そういうことか、お前。バレたくなかったのか、話していたこと。そういうことだった。私が窓から見たもう一人の人影は間違いだったのだろうか。いや、普通に足だったやん。人の足だったやん。でもさっき、上から見たとき、ハートのお嬢様の隣に誰かいたような気が。かわいそうに、眼科へ行きなさいんだ、今すぐ。お前、そんなごまかし方する、お前。そんなこっちをバカにしたようなごまかし方する、お前。そこまで言わなくても、どうやらこのことについて詳しく話すつもりはないらしい。嘘ついてる。いじめについて。ハートのお嬢様が白兎をいじめてたって本当のことなんですか？は？またその話なの？うんざりだわ。ちゃんと、ジョー様の意見が聞きたくて。いじめてたわ。はい、これで満足？何その言い方。だからどうしたのみたいなことを言うけど、いじめはダメだぞ、お前。でも本当にいじめとったん？これ。本当？何ですか？本当も何も、あなただってクラスで見ていたでしょ。ああ、記憶が抜けているんだったかしら。おめでたいことね。どうしていじめなんか、何か理由があったんじゃ。理由なんてあるとは思う？マジかよ、お前。気に入らなかったみたい。そんな理由あればまだわかる、ダメやけどわかるんやけど。わかるのに。え？人が人を好きになるのに理由はない、なんてよく聞くけどね。逆もしかりなのよ。そうなん？人が人をいじめるのに大層な理由なんてないでしょ。悲しいな、この世界。そういう言葉出てくる、この世界悲しいな。そんな。納得できない？じゃあ、容姿が悪いから、面白い話ができないから、運動が苦手だから、頭が悪いから、なんでもいいわ。趣味がなければ、関係を持たなければいいだけ。いじめっていうのは、相手を傷つけるのが本当の目的なんじゃない。いじめる側がそれによって優越感を得たり、コミュニティなどの立場を維持するためにするのよ。スクールカーストって言葉知ってる？学校での身分関係のことを言うんですって。こんな言葉が出来上がっちゃうくらい、世界中当たり前のようにいじめがあるのよ。はあ。だから特に説明できるような理由はないわ。これ以上のことについて聞くなら、首をはねるわよ。何その罰、お前。処刑じゃん、お前。首突っ込んできただけ、突っ込んできた首をはねてやろうかって話になったの、お前。もうこれで要件は済んだわね。全くなんて無駄な時間かして、失礼させていただくわ。ハートお嬢様は好印象だったのに、素直に、俺言うてくれた時はなんか好印象だったのに、あとおっぱいでかいなって思っとったのに、なんかちょっと印象が去ってしまった、俺の中で。そう言ってハードお嬢様は中庭を去っていった。首をはねるわよって恩人に言うセリフじゃない。
結局原因は何なのか分からなかったね。いやだからさ、振られたショックじゃないの。チェシャニコがうなずく。でも私はやっぱり何か隠しているような気がする。なんとなくだけれどよな。何か二人で話しとった相手が気になるところやけど。私もそう思う。誰との話しとんだろう、話しとったんだろうやな。単にいじめと言ってもまだわからない状態。これがわかれば事件が一気にひっくり返る可能性だってある。しっかり調べないと。ところでハードのお嬢様はここで一体誰と喋っていたんだろう、気になるな。そこが問題なんじゃわだとかやりようたらさ、いつもから生放送を始めてだいぶ時間経ったな。1時間超えちゃったよ。またみんな大丈夫、起きてる？もう喋りっぱなしで俺疲れてきたけどさ、みんな起きてる？心重要、なんか落ちとんなよ。みたいな、あれ携帯誰のだろう、ハートのお嬢様が落としたのかな。そうかも。マジか、重要な証拠じゃ。待てよ、それさあれ来とんじゃん、白うさぎからのメール。受信側にないと困るよね、届けてあげよう。誰かの携帯電話、スマホ。クイーンは女王様やん、完全に女王様やん。これピンクでも中身見てみろ、もしかしたらメール、受信した側のメールがないかもしれんぞ。お前中身見ろ、中身、中身、中身を見ろ。お前、おい、白うさぎのやつはすぐに中身見たくせに、お前なぜいきなりメールの送信見たんだって思ったぐらいなのになぜ見ない。クイーンである、クイーンである。あー、まだなんかあるんちゃうかなこれ。さあちょっとスマホを見つかっただけじゃちょっと足らんぞ、お前、情報が足らんぞ。ないな。お、なんだなんだこれ、なんか意外なところに目つけたな。お前、溝の隙間から何か見える。重くて素手では持ち上げられない。力持ちの人、力持ちの人を呼んでこよう。誰だ力持ちの人を呼んでくる感じこれ。まさか、まずよ、もしかして、ちょっと待ってよ。どれだっけ、これは記録。まさかこのほうき、テコに使うんじゃない？あ、ちゃうんかな。ちゃうかな。テコではないらしいです。調べれながらない。あ、このタイミングでこうしてこうだな。きたー。いや、やり方が間違っとったんだ。やったーやったー、ちゃんと自分の発想でひらめきで解いたぞ。お前、よいしょっと。ん、なにこれ、手袋。血のついた手袋を手に、血のついた手袋って、お前うわー、犯人がちょっと殺人使った道具処理したみたいな感じになってね。お前、血がついてるで。お前、おい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 、鑑識に回せ、鑑識に回せ。強いもん出てきたぞ。おい、他になんかないかな。ないか、もう十分すぎるぐらいに手に入った気もするけど。よし、じゃああれやな、ハートのお嬢さんも追いかけてスマホを渡すとこになるんかな。どこ行った、だとしたらどこ行った、おいそうなところか。廊下でばったりかな。おお、お前か。私たちが廊下に向かうと、そこには眠りネズミさんがいた。あ、眠りネズミさん。アイスさん、引き続きの事件の調査ですか。ええ、そう。なんでこいついつもこんな眠そうな顔、目つぶししたんだろう。僕に手伝えることがあれば言ってくださいね。
じゃあコーヒー買ってきて。眠りネズミさんはそう意気込んでいる。協力者はとてもありがたい。やばい、これどこで切れよって思う。なんかこのゲームの嫌なところはセーブはできないところなんだ。だけどさ、一つの章をさ、やりきらんかったらさ、ちょっと途中中断できんのよな。ちょっともうちょい長丁場の生放送になると思うんですけど、ちょっとごめんなさいね。今回はちょっと、二つの動画を二つに分けようかなって思うぐらいになってきたな、そろそろ。収録時間もう1時間20分ってなってしまった。被害者の白ウサギについて何か思い出したことはない？やっぱり名前をどこかで聞いたことがあるような気がするんですけど、すいません、思い出せません。そう。そういえば、僕よりアリスさんの方が白ウサギさんには詳しいじゃないですか？え？思い出したんですけど、アリスさんは白ウサギさんの友達なんですよね。あ、そうやな。そうなんやけど、登下校の時一緒にいるのをよく見ましたよ。確かに私は白ウサギの友達だったと記憶はないけど、周りの人からそう言われる。なんでまだ思い出せないのだろう。ん？どうかしましたか？ううん、なんでもないの。他には何か知ってること、なんでもいいの、なんでもいいの。あとは白ウサギさんって潔癖症なのかなと思っていました。潔癖症？潔癖症？はい、なんで潔癖症って思ったのか忘れちゃいましたけど。実写猫知ってる？白ウサギって潔癖症だったの？詳しくはわからない。私はそうは感じなかったし、そういう噂は聞いたことがない。あれ？じゃあ僕の勘違いかな。あ、ちょっとそれ結構重要だと思うよ。なんで潔癖症だと思ったの？それなんかちょっと俺の頭の中で若干なんか繋がりそうなところが来とんよな。まさかな、これもしかして白ウサギの文句だったりせん？潔癖症やけんこう言うて袋を持ってました。あの自殺じゃない理由がさ、あの素手だったって言うけどさ、まさかさ、え、これつけて、え、なんかこれ関係ある？もしかしてちょっとなんかき、え、なんかありそうな気がするんやけど、こいつに。なあお前、あれ、キャラ消えたで。調べる探索モードになったらキャラ消えたで。こいつに突き出してやろうかなと思ってんやけど、関係ないんかな。おっと、こんばんは、ムースさんいらっしゃい。ちょっと遅い時間に来ちゃったね。もう生放送始めてだいぶ経つけど、まだちょっと次そうなんだ、これ。このショー終わるまでちょっと生放送止めれんっぽい感じがするけんね。まだまだちょっと続きそうです。まあいいや。ハートの女王様について。ハートの女王様についてはどう？何か知ってることない？ハートの女王ですか。実は僕、小学校の時から一緒だったんですけども、そうなの。え？眠りネズミさんとハートの女王様は同性だったんだ。同性って言い方、初めて聞いたな。オナチューみたいな感じや。ええ、まあ。ハートのお嬢様は僕のことなんて記憶にないでしょうけどね。小学校の頃から見た目通りの人でしたよ。ああ、小学校の頃からあんな感じだったの。わあ、なんか、小学校3年生の時が小学校6年生の相手に喧嘩売りそうなタイプの性格。どれも大変そうだ。冗談抜きで。そうですよ。美人で強気で勉強ができて、運動もできて、クラスのリーダーのような存在でした。満点やないか、お前。言いたいことはズバズバ言って、上級生だろうが、先生だろうがお構いなし。悪く言えば問題児でしたけど、異常、なんて読むこれ。異常校にする先輩や先生に怯えることなく向かっていく姿がかっこよかったです。おお。へえ。確かに、中学生だったら、ああいう大人に向かっていく子供は輝いて見えたかもしれない。もちろん、ハートのお嬢様を敵視する人も少なくありません。
小学校に入ってからもそれは変わらなかったと思います。僕はハートのお嬢様をかっこいいと思っていますけど、ああいう態度が気に入らない人も大勢いるので、それは立場の問題や味方の問題やけんな。人の性格の捉え方は様々だものね。はい、あくまで僕の印象です。なるほどね、ありがとう。ふんふん。いじめについて。いじめについてはすいません、詳しくは知らないんです。なんせ別のクラスだったので。ほうか、そうだよね。いじめ、シロウサギ。まあちょっと何その連想ゲーム。何それ、いじめとシロウサギで連想するものはなんだみたいな考えだ。出てくる言葉についてえってなるかもしれないぞお前。ああやっぱり広めた、お前そう来るんじゃないかなって思っとったわお前。なんか君がひらめくときさ、なんかさ、わかるね。そろそろひらめくんだなっていう前振りがあるね。何か思い出した？そうです、思い出しました。あの思い出したと言っても大したことじゃ話じゃないんですけど。え、なんだ。白ウサギが履いていたパンツは柄は水玉だよみたいな感じのことを言ったらぶん殴るぞお前。あ、でもいい情報だってちょっと頭の中でインプットするかもしれないが、今はどんな些細なことでも情報が欲しいの。お願い聞かせて。この通り、何でもしますから。僕は中学クラスだったのでいじめの実情がどうだったとは知らないんですけど、噂で3組の白ウサギさんがハートのお嬢様と取り巻き走られてるって。おとなしいからターゲットにされてたんだろうって、そういう話を聞いたことがあります。いじめの情報で。それはいつ頃の話？5月の初め頃だったと思います。新しいクラスに慣れて少しずつ他のクラスの話も聞くようになって。そう、4月末の勉強合宿の後からでした。5月の初め頃だったでしょうか。5月の初め？ハートのお嬢様があの性格だからみんなはいじめの噂も納得してしまったんでしょうけど、ちょっと引っかかるんです。僕は休み時間はみんなと外で遊ぶより教室で本を読む方が好きだったんですが、小学校の頃ってそういう生徒はクラスの雰囲気からしてどうしても浮いちゃうんですよね。ああそう、結構外で遊ぶ生徒が多いよな小学校の頃って。それわかるよ、運動できる子が人気出るんだよね。そういう子がクラスの中心になるの。足が速い、おしゃべりが上手、ドッジボールが強い。私が小学校の頃はこれが人気の基準だった気がする。確かにな。悪いことをしなくてもおとなしい、みんなと違うということがからかいの対象になってしまうんです。うん、幸い僕は大きないじめに遭うことはありませんでしたが、それでもクラスメイトからいじられることはありました。あ、でもね、いじられるってことはそれだけ特徴があるってことだからね。特徴がない普通の人間って結構いじられずにさ、みんなの話す機会もなく終わるんだぞお前。いじられることって意外といいことだったりするんだぞお前。そうだったの。それがいじめにつながったらあかんけど。でもハートのお嬢様にはこれといって何かをされたことはありません。へえ、てっきりハートのお嬢様は昔からいじめっ子なのかと思ってた。そう思うの無理はありません。何せあの性格ですから。でも口や態度は悪くても義理は通すといえばいいんですかね。弱い者いじめというより強い者いじめというか。へえ、私は夢で見た廊下の出来事を思い出してしまった。あれがもし真実であれば、ハートのお嬢様は白ウサギをいじめてたと思う。しかも結構陰湿に。あれはやはりただの夢だったんだろうか。だから僕はハートのお嬢様が白ウサギさんをいじめてるって話を聞いたとき、ハートのお嬢様の機嫌を損ねるなどの何かがあったんだろうって不思議に思ったんです。ああ、普通はいじめせんのだったけど、何かしらすっごい機嫌を悪くしたけんあんな感じになってしまったみたいな。なんだ？だから白ウサギさんの名前を覚えていたんです。なるほど。眠いネズミさんはハートの嬢様から白ウサギへのいじめはなかったって思うってこと？あくまで僕の印象の話なので言い切ることはできませんが、白ウサギさんがハートの嬢様の機嫌を悪くさせる何か原因があったんじゃないかって思います。
原因ね。それが分かれば苦労しないのだけれど、ハートの女王様は理由はないと言っていた。自分の記憶とハートの女王様の発言を、眠いレズさんの意見、全員がバラバラで組み合わさらない。一体どれが本当のハートの女王様なんだろう。ハートの女王様がどんな、ハートの女王様は本当の実体点がよく分からってこない。私が見た光景、確かこの廊下だった。ハートの女王様は本当に白ウサギをいじめていた、それとも少しずつ情報が集まっているような気がするんだけど、一歩につながらない。まだ探り足りないんだ。そうか。なんかさ、これ気になるんよな。白ウサギの殺人の時に使われた感があるんよな、これ。まあちょっと今考えても仕方ないか。もう話終わりか。終わりやな。一回構えてみよう。あ、お前おったんや。お前って言っちゃった。先生なのにお前って言っちゃった。なんもないか。ああ、でもなんかさ、こういうのを見せたらいきなりドーンで出てくるパターンあるもんな、前から。もしかしたら、こいつに見せたらなんかみたいな話あったりせんか。せんわな。ごめんなさいね。図書室にもう一回戻ってみよう。双子がおった。ドーン。あ、ドーンできた、ドーンできた。なんかドーンできた。なんかやっちまった。なんか変にやっちまった。アリス、この二人には何を言っても無駄。知ってた。てかさ、ドーンできることがちょっと知らんかったわ。そんな面白くなさそうなものよりさ、ハード女王様は何を探しているんだろうね。あー、ヒント言ってくれた。さらっとヒント言ってくれた。そしてその答えが分かった。てかお前らにドーンできるんじゃ。あ、そうか。ドーンできた。なんか知らんけど、ドーン。ドーン、これだ。これをドーンすればいいんだ。探し物って、もしかしてこの携帯？それはハードの女王の携帯だ。やっぱ女王だったんじゃ。クイーンって言ってるもんな。それでさ、男の人だったら、ええってなるからね。なんでクイーン？ええって。もしかして君が盗んだの？に、人聞きの悪いこと言わないでよ。脅し物、さっき中庭で拾ったの。この携帯はハードの女王様のものなのかな？なんだ、また女王はやられたのかと思った。やられたってなんだお前。すられたってことかそれ。やられたって読むんか。すられたって書いてやられたって読むのかお前は。おいバカ、漏らしたな情報。ボロ出たなお前ら。また？失言。忘れていいよ。そんなこと言われて、はい忘れましたなんてできるわけないでしょ。そこをなんとか。君ならできるよ。できるとできないんじゃなくて、やりたくねえんだよ、お前。やっちゃダメなんだ、お前。証拠だ、それは証拠だ。1、2のポカンって具合にさ、ね、その、ポケモンの新しい技を覚えるために、技を一つ忘れなければいけませんみたいな感覚で言うんじゃないよ、お前。やめてよ、殴ろうとするなんて。マート君、お前が口を滑らせるから。なんだよ、いつもミスするのはそっちじゃないか。ちょっとふざけないでちょうだい。ふう、とっておきだけら話したくなかったんだけどな。仕方ないか。でも、何でもピラピラ話す趣味はないな。とっておきの話が聞きたかったら、僕らが話す気になるような面白いもの。このハートの女王の携帯と関連あるものを見せてよ。そしたら僕らが知っていることを話してあげる。関連か。いや、関連ってもしかしてこれか？白ウサギの携帯。だってさ、白ウサギの携帯から送信して、こっちにメールが来とるはずなんよ。ちゃんと送っとるってあるし、なこれ。ああ。
これさっきイカれた帽子屋ケンジからイカれ帽子屋ケンジからもらったの白崎の携帯電話なんですって。白崎の携帯電話これだよ。これこれさあこれでいい。あなたたちが知っていることを話してちょうだい。そうよな。声前されたらここまでされたら仕方がないな。わかったよ、話すよ。よっしゃ協力するんじゃ。そう最初から協力してくれればよかったのに。あなたたちはまたやられたって言ったわよね。ハードお嬢様は前にも携帯電話を取られたりしてたの。そうさ、僕らは見たんだ。見た?4月の終わり頃の4月の終わり頃のことだよ。いたずらを終えて2年3組の教室の前を通りかかった時さ。なんかお前らの話だいたいいたずらの前とか後とかの話よなお前。誰もいないはずの教室で何やらごそごそ動いている人影が見れるから近づいたら、そこにいたのはシロウサギさ。シロウサギ、なんとなく僕らはそれを影から見ていた。すると白崎がハートの女王のカバンを漁って携帯を取り出して、それをしばらくの間いじってたんだ。そしてまたカバンに戻した。あ？それ本当にハートの女王様のカバンと携帯だったの？見間違えるもんか。あんなでっかいハードのスラップ。確かに。あんなどこで売ってんの？ドンキホーテみたいな感じのやつだったな。確かに。あんなのつけてるやつ、僕らの学年にいる？いない。かな。それでクイーンじゃなかったら、えってなるもんな。いない。それに僕らが見たことを次の日、ハードの女王に言ったんだ。その時は珍しくハードの女王は驚いて慌てていたな。なんで？スマホ取られた。ちょっと嫌なのは分かるけどさ。嫌なのは分かるけどさ、そんなに青ざめとん。驚いて青ざめるん。青ざめた？怒り食うの間違いじゃないだろうか。まあ、誰だって自分の携帯は見られたくないよね。え？もしかして好きな人とのやりとり？好きな人とのやりとり？どうしてもハートの女王片思い説が抜けないんだ、俺の頭から。自分の秘密や隠したいことがぎっしり詰まったものを肌身離さず持ち歩く現代ってすごいね。まあそんなわけで、すぐにハートの女王は白兎を探しに行った。そしてその後のことだけど、白兎が僕らに鍵を貸してほしいと言ったのさ。もちろん OK したよ。面白くなりそうだったからね。あ、それで面白くなりそうって思ったんかお前。あなたたちって本当でも白兎はなんでハートの女王の携帯を、なんかすごい事件と関わりしかなさそうなような内容になってきた。それは本人にしか分からないじゃないかな。もう本人から直接聞くことはかなわないけどね。そうか。ってことはもうなんかさ、事件にもうハードの女王が関わってくることは間違いない。もう呼び出されて殺されて、それをなんかうまくごまかすためにこの手袋を使ってみたいな。で、呼び出した方が、白ウサギの方が呼び出したけんな。でもなんか白ウサギの方が呼び出しとけんな。なんだ、ちょっとまだ推理しきれないけど、このなんか殺人事件の現場になんかハード女王が視聴覚室に入ったってことは間違いなさそうな気がするよな俺。はあ、はあ、さあどうする、次どこ行こう。廊下行って図書室行った結果がこんな感じでこの二人に出会ったんだったっけな。教室戻ってみよう。何もないか。これ以上ちょっと調べても何もないかな。てかスピアキー持ってたけど中入れ。中入れ、なんか。中入っちまえよ。ダメか。
ダメなのか。出てきたー、なんか知らんけど出てきたー、ようやく出てきたー。なんでこれまで逆に出てこなかったんだって思ったけど、攻略サイトではですね、あの双子の話、4つ目のやつで、携帯電話差し出した話した後、考える選んだ後、教室に行ったら、ハートの女王がおるっていう、そういう抱え方しとったんやけど、なぜか、すぐには出てこんかったな。教室に入ると、ハートの女王様がいた。あれ？ハートの女王様。アリス。中庭で会った時では、打って変わって、元気がなさそうだ。どうしたんですか？元気がなさそうですけど、失恋のショックですか？別に、あなたには関係ないでしょ。そう言ってそっぽを向いてしまった。ハートお嬢様の元気がないとなんだか調子狂うな。あ、いい上を。そういえば、ハートお嬢様、これ落としませんで。パシッ！はいや！言い終わる前に差し出した落とし物の携帯電話を取り上げられていた。もうすごい形相でにらみつけられる。どうしてあなたが持ってるの？だから、あの、中庭で拾ったんです。怖い怖い、目が本気だ、しばかれる、無知でしばかれる。中は見てませんよ。落とし物を届けただけなのに、なんでこんなににらみつけられなきゃいけないの？そう、ありがとう。情緒不安定、若干情緒不安定に回っている。なんか焦ってるなこいつ。そう言ってハートお嬢様は携帯を制服のポケットにしまった。どういたしまして。そしてハートお嬢様はうつむいたまま教室を出て行ってしまった。びっくりした。あんな風になるって思わなかった。あそこまで怒るって携帯の中身が気になる。だから見とけばいいやん。だからさ、あの白うさぎのやつはさらっとすぐに送信したメールの欄見たくせにさ、なんでこっちは中身見なかったか。いや、やめときなよ、こうされちゃうよ。首チョンパされる、チョンパ。それよりさ、だいぶ情報も集まってきたし、聞いたことを整理しない？お整理タイム。いじめをやっていたというのは本人のハートお嬢様とドゥイードルの双子。いじめは見ていないけど噂で聞いたというのは眠りネズミ。いじめは見ていないし、裁判で聞くまでにいじめがあったことすらしなかったのは先生。うん、全員の意見がバラバラなんだよね。ハートお嬢様と聞いたいじめの内容が噛み合わないっていうか。でもやっぱりいじめがなかったとも思えない。あの光景は現実だと思えるほどすごく鮮明だった。やっぱりハートお嬢様がいじめをして、それで白ウサギが。なんだ、これから裁判が始まりますって言いそうな感じの流れだ。マイクです、マイクです。なに？全校生徒は至急体育館に集まりなさい。わあ、体育館だと。これより精神裁判でいじめっ子を処刑します。繰り返す、全校生徒は至急体育館に集まりなさい。最新裁判でいじめっ子を処刑します。以上。いじめっ子を処刑って、もしかしてハートお嬢が？多分そうだよ。このままじゃハートお嬢様が処刑される。行こうアリス。うん。しかし、もしかしたらハートの女王が犯人の可能性も十分あるのだ。ようやく終わったー。